スマイナス9、マイナス9フィッシュポット国土防空軍のスマイナス9、スマイナス9はソ連のスホーイ設計局で開発された迎撃戦闘機である。1960年代にソ連の防空軍の主力機として使用された。高高度で領空に侵入してくる偵察機、情報収集機の迎撃を使用任務とした。当時のソ連では、 最速のそして最も高い高度を飛行できる最高性能の戦闘機であった。運用現場では、その主翼の形状から、三角棒、バラライカとあだなされた。U-2 撃墜事件の際に迎撃に上がった、機体として話題に上ることも多い。北、大西洋条約機構では、識別の試すマイナス9に対し、フィッシュポットというナトウコードネームを割り当てた。 ソ連の航空機技術者であったベラルーシ人のパーベル・オーシポビチス方イは第二次世界大戦中はスマイナス2の開発などで知られたが政治的な事情もありあまり大きな業績を残すことはできなかった。ス方イはエルモラー F の設計局で行われていた総発ジェット機の開発を引き継ぎ戦後にはスマイナス9 k を成功率に飛行させたがこの機体も またその発展型も量産化を認められなかった。加えて、大型交代翼機のスマイナス 15P の墜落、スマイナス 17R の開発失敗をよりどころに、ソ連中央よりサボタージを行ったとして批判され、設計局は閉鎖が命ぜられた。ス方イに再びチャンスが巡ってきたのは、マッハ2クラスの新型大型戦闘機の開発に、際してのことであった。 1953年3月、スホーイに航空産業省第一設計局の設計主任の任に就くよう指令が降りた。当時、他局を押しのけて主要な戦闘機設計局となっていたミグ設計局は空軍の主力戦闘機となるべき小型の超音速前線戦闘機の開発で手一杯であったため、スホーイに大型の前線戦闘機と 防空軍向けの迎撃戦闘機の開発が命ぜられた。これら、スホーイの大型機は、ミグの小型機よりも大きな収容力を活かしてより高い能力を持つ機体としての完成が期待された。設計局は、その年の末に、自身の根拠地となる第51工場を受給された。当時は、どの国でも超音速における航空技術に関しては、 全くの暗中模索というような状態であった。ソ連では、その中でも特に、抗体翼か、デルタ翼かという議論に結論が見出せないでいるところであった。そのため、ミグ、スホーイ両設計局には、同じ胴体、尾翼を利用して、それぞれの翼型を持った機体を試作することが命ぜられた。この時ミグで開発されたデルタ翼機は、後に超音速機としては、 最大の生産数を達成することとなるミグ -21 シリーズへと発展した。後退翼機は量産されなかった。共に空軍へと配備されることになる同クラスの戦闘機が並行して生産される必要はなかったためであると言われる。一方、スホーイで開発された後退翼機 S-1、S-3 の内前線戦闘機として開発された S-1 は、 目標通り大型の前線戦闘機、スマイナス7として完成した。スマイナス7シリーズは、次のスマイナス 7B 以降ソ連発の本格的、戦闘爆撃機へと発展した。スマイナス7シリーズは、ソ連空軍をはじめワルシャワ条約機構諸国や、アジアアフリカ諸国で多数が配備された。一方、これと同じ機体を持つデルタ翼機 T-3 は、 防空軍向けの迎撃戦闘機として設計された。t は、ロシア語で、三角形のを意味する形容詞を表している。また、デルタ翼の研究機は、トレウゴールカと、あだなされた。後に、スマイナス9と命名されることとなる。この機体は、姉妹機のスマイナス7とともに、スホーイ設計局の復活を担った重要な機体となったと言える。 T-3 は1954年、後退翼機 S-1 や S-3 と同時期に設計局で開発が始められた。T-3 に並行して、前線戦闘機型となる T-1 も設計されたが、こちらは S-1 の採用をもって開発中止となった。一方の T-3 の開発は先に開始された。 S-1 の開発を追い越し進行した。T-3 と T-7。レーダー配置とレドームの形状が、後の生産型 S-9 とは異なっている。T-3 の機体は、中央航空流体力学研究所の研究をもとに、設計された基本構造を持っていた。並行して開発された後の m i g -21 も、同じ研究をもとに設計されたため、 両者はよく似た構造を持つ機体となった。T-3 は当初、アルマースレーダーを搭載する機体として設計された。これは、電波の測距部と捜索部が分かれた電波探知装置で、そのため T-3 は、得意な携帯の機種を持っていた。T-3 初号機は、アルマースレーダーの派生型の一つである、アルマース3を搭載して完成された。 即興用アンテナのレドームは超音速飛行向けに先端を尖らせたものとなっており、従来のソ連機に反を得た、円筒形の空気取り入れ口となった機種の上面に設置されていた。一方、捜索スキャナーのレドームは小型で先端の丸い形状のものであった。t 3は a リューリーカサトゥールン製ターボジェットエンジン AL-7-1 機を搭載した。 T-3 は1956年に初飛行を、果たし、トゥーシノの航空パレードで同機を発見したナトウは、この未知の機体に対し、フィッシュポット A というコードネームを付与した。レドームを装備した T-3 やミグ -19P、PM では空気取り入れ口へのコーンの設置が、ミグ -19S のように、単なる円筒形の空気取り入れ口を持つ、機体形態より、 飛行速度を無理なく高めることに貢献することが偶然にも明らかになった。そのため、スマイナス9以降のソ連戦闘機では、円筒系の空気取り入れ口の中央に外部圧縮型のノーズコーンを設置する方式が多く、採用されるようになった。ノーズコーンは斜め衝撃波を生むことから空気取り入れ口に押し込まれる空気の圧力損失を少なくするという、 ショックコーンの役割を果たしており、このショックコーンが航空機の超音速突破への一つの鍵となることは素方位に超音速迎撃戦闘機の開発の命ぜられた1953年当時には一種公然の秘密であった。機種に空気取り入れ口を設けてノーズコーンを取り付ける、この方式は飛行性能的には大変優れており、最も効率的な形態であるとも言われている。 しかしその反面、コーン内のスペースが限られるためレーダー等の機器の搭載が困難となり、ソ連機はノーズコーンの改良と大型化の試行錯誤を続けることとなった。オイルショックを契機に電子機器の小型化、効率化が推進される1980年代まで電子機器の性能の高さは機械の大きさに比例すると言っても良いほどで、そのためより、 高度のレーダーなどを装備しようとした場合、それ相応の大きな設置スペースが必要となったのである。飛行性能がよくまた手慣れた機体構造であった機種空気取り入れ口にこだわったミグやスホーイなどソ連の各設計局では他国では見られないような様々な形状のノーズコーンが試作された。また、それを搭載する多くの試作戦闘機も設計され、それらの多くは それなりの飛行性能を発揮した。だが、やはりこうした改良作業では限度があり、それらの多くは量産の日の目を見なかった。より抜本的な解決が求められた結果、結局は西側の海マイナス4ファントム2にハムを置いたような、胴体両側に空気取り入れ口を設置する形態へと流れていった。なお、電子機器の小型化の進んだ現在では、 小型のノーズコーン内にも高性能のレーダーを搭載することが可能となっており、近代化回収されたミグ -21 などは効率の良い機体構造による高い飛行性能と高性能のレーダーによる優れた攻撃能力を持ち合わせた有力な戦闘機となっている。その後、改良型のアルマース7を搭載する研究機 PT-7 が製作されたが、 この機体では空気取り入れ口内に設置された捜索スキャナーのレドームは下方へ向かい先端が尖ったものに変更されていた。ソ連では未だ即興部と捜索部を統合する技術が開発されておらず、この機体に搭載されたアルマースも相変わらず電波の即興部と捜索部が別になっていた。そのため PT-7 の機種の外見はまるで口を開いた鳥のくちばしのようであった。 この機体では、兵装として、K、K-7L、または K-5 及び、K、K-5M を元にして開発され、K-6V くる対空誘導ミサイルを搭載する予定で試験が行われた。しかし、当時ソ連が保有していた、レーダーステーションとそれに組み合わされる兵装はいずれも、満足のいくものではなく、アルマースを搭載した実用化研究機である、 この PT-7 や PT-8 もそれら自体は失敗作に終わった。とはいえ、これらの機体の研究で得た経験や成果はその後の機の開発に大いに生かされることとなった。設計局名称 T-43 と呼ばれた大型デルタ翼機は1958年前半期に量産化に向けた開発機であった PT-8 をベースに製作された。 T-43 シリーズは T-3 シリーズの一つに数えられている。T-43 はまず T-43 から、1から T-43 から6まで6つの機体が製作され、それらには AL-7F の改良型で、当時ソ連最大の出力を持っていた AL-7 回 -11 機が搭載された。 T-43 の開発当時ソ連にあったレーダーステーションは従来の MIG-17PF、PFU や MIG-19P、PM 迎撃戦闘機に搭載されていたイズムルート、または RP-1、RP-2 及び改良型の RP-5 と呼ばれる小型で電波発信部と受信部が分離されている形態のもの。 約 -25 迎撃戦闘機に搭載されていたソーコルまたは RP-6 と呼ばれる大型のもののわずかに系統のみであった。いずれのステーションも新しい迎撃戦闘機への採用には不適であった。イズムルートは小型かつ形状が得意で発展性に乏しく逆にソーコルはあまりに大きすぎて T-43 への搭載は困難であった。当時ソ連で レーダー開発を行っていた唯一の機関であった第17モスクワ科学試験研究所では新しいレーダーステーションであるウラガーンとパンテーラーの開発を進めていたがそれらの計画は父として進まなかったそこに来て軍事産業省の第1設計局で新たなレーダーステーションの開発が行われていることが明らかになった 有力の空対地ミサイルのシステムに関する研究の中心であったこの設計局では主任の AA コーロソフを中心に十分にコンパクトなレーダーステーション TSD-30 が完成された。TSD-30 には、ビョートルドミートリエビチグルーシンの率いる航空産業省第二設計局の運用能力が確保されていた。また、TSD-30 は ボーズルフ一自動誘導装置を搭載し、この装置は抵抗度目標への攻撃能力を大幅に高める役割を担った。発進部と受信部を統合するシステムが開発され、このレーダーステーションの寸法は T-43 の可動式、ノーズコーンに無理なく収納できるものとなった。この派生型のおかげで1957年までにソ連で 正式武装に採用された空対空誘導ミサイルは唯一 K-5 だけであると言われた。その後、改良型の K-5M や1957年10月にミグ -19PM における検査試験を成功理に完了した K-5MS が TSD-30 の主要運用兵装とされた。後に K-5 は RS-1U、K-5M は RS-2U, K-5MS は RS-2US にそれぞれ解消された。T-43 シリーズでは、レーダーシステムの試験の他機体の飛行特性の試験も行われた。その過程で T-43 から1のノーズコーンにはイサブ1電気水圧システムが追加搭載された。1960年1月には、 T-43 の高い速度及び高度性能に比例して増加する燃料消費量をまかなうために屋内にもインテグラル式燃料タンクを設置した機体として T-43 から12が開発された。インテグラル式燃料タンクを機体構造に組み込んだのはこの機体が世界初となった。その後、西側各国でも機内燃料タンクのインテグラル化が進められた。 だが、翌内にまで燃料タンクを設置した戦闘機はあまり例がない。これは T-43 がよほど燃料を大量に消費したことと、それに対処するために設計者が大いに努力を行ったことの表れである。各種試験において T-43 は高い評価を得、その研究成果は量産へ向けた T-3 の完成に反映されることとなった。 1957年11月28日の定期の政府決定では、第51設計局へ AL-7 回 -1 装備の T-3 への TSD-30 と K-5MS の偽装が命じられた。1958年4月に T-3 から51が TSD-30 と K-5MS ミサイルを搭載する試作機として、 完成された。T-3 から51は、1958年3月に初飛行した交代翼のシマイキス -7 と、主翼以外はよく似た形状の機体デザインに落ち着いたが、レーダーステーションを搭載したため機種はス、ス -7 よりも若干延長されていた。なお、T-3 から51に並行して、ソーコルニをもとに開発された。 レーダーステーションを両を搭載する T-3 から 8M も開発された。この機体は K-5MS よりはるかに優れたレーダー誘導、または赤外線誘導空対空 K-8M を搭載した。1958年から1960年にかけてこれらの機体は設計局で実用試験に入り、 それぞれ各種の変更を経て量産化へと向かっていった。t-3 から 8m は t-47 となり、後ス,マイナス -11 として完成された。1960年10月、最終的に t-3 から51がス,マイナス -9 から51として正式採用にこぎつけた。機体はス,マイナス -9 と命名された。一方、搭載する。 レーダーステーション TSD-30T は RP-9UK-5MS ミサイルは RS-2US という正式名称を付与された。S-9 から51に対し NATO は FISHPOTB というコードネームを付与した。このコードネームは量産型の S-9 にも引き続き使用された。量産型 S-9 には RP-9U レーダーステーションが搭載され、これにより新型の RS-2US 空、対空ミサイルの運用が可能とされていた。しかしながら、RS-2US はそれまでのミグ -19、PM などに搭載されていた、RS-1U とあまり変わり映えのしない装備であり、搭載する数量も4発と同じであった。運用能力は増したとはいえ、 新型の迎撃戦闘機がこれら能力不足のミグ -19PM などと同程度の攻撃兵器しか搭載しないのでは、ス -9 の実戦運用に限界が生じることは目に見えていた。RS-2US はビームライディング誘導される1950年代当時としては先進的な技術を持った空対空ミサイルであった。また、 サイドウワインダーのような細身のミサイルよりも弾体の破壊力はずっと大きなものであった。しかしながら機体が小型で航続距離が不十分であること、ビームライディング誘導技術の限界、それらと関連して射程に不足があることなどの欠点を持っていた。スマイナス9の攻撃範囲は戦略爆撃機を目標とした場合18から2 2トルまでの目標を補足でき、 RS-2US は高度 10km までの空域で 10km の射程を持っていた。この高度の場合、目標を木の上空 2000m 以内に収めねばならなかった。後、RS-2US を赤外線誘導方式に変更した R-55 も開発され、S-9 でも RS-2US と併用されるようになったが、これによっても、 大幅に攻撃力が増すには至らなかった。ただ、レーダー誘導方式の長距離ミサイルと赤外線、誘導方式の短距離ミサイルを同型ミサイルの派生型として搭載するというソ連防空軍の伝統的な装備は、ここに始められたとも言える。TSD-30T、RP-9U レーダーステーションを搭載する S-9 は、ビームライディング誘導装置である、 ラズ売りを搭載する機体相互を連環させる自動誘導装置ボーズドゥフ1を搭載していた。これらの装備は遅れて開発の始められた MIG-21 の全天候型 MIG-21P-PF にも搭載された。ただし MIG-21 では TSD-30T レーダーは RP-21 サプフィールの名称で正式採用された。 このレーダーは、サプフィール21とも呼ばれた。同等のレーダーステーションが、前線戦闘機にも搭載されたことで、スマイナス9の相対的な価値の低下が生じたが、その他の防空システムを搭載する容量に関しては、機体容積の大きなスマイナス9が有利であった。無線ナビゲーション及び通信装置は、通信超短波ステーション週マイナス4ボルト。 マイナス2セットに含まれる高高度用通信装置、自動無線方位計ア r クマイナス5、マーカー無線受信装置、MTP マイナス 56P、軽切り着陸用の電波探知システム RSP マイナス6の無線応答器 SOD マイナス 57M、機上コマンド誘導装置 RS、ラズーリ、敵味方識別装置、クレーム 22M の応答機スッツマイナス 2M が、搭載された。 スマイナス級の飛行する高高度空域では夏でも外気の温度が真冬のシベリアよりもさらに寒冷になるため乗員を国間から保護するための設備が必要不可欠であったスマイナス級に搭載される空調システムは乗員の精力的に活動できる条件を確保するものと期待された空気はコンプレッサーの5または7段階から選択され プログラムされた圧力レベルは ARD-57V 調節装置から供給された。TRTVK-45M 高温機に与えられていた温度レベルは摂氏10度から摂氏20度であった。空気は風防ガラスが曇るのを予防するため、ガラスのはめられた面の終電器越しに操縦室内へ入るようになっていた。 高高度における飛行や操縦室の機密に際する、パイロットの酸素の確保のため、ケムゾン酸素マスクと、KP-34 と、パラシュート効果用の KP-27、M 酸素装置からなる酸素装置セットコ -2 と、低高度用、レダクターシステムのボンベが搭載された。高高度用の弱服は、GSH-4M 付属の VKK-ZM が用意された。 スマイナス9は、1957年から1962年の間に、バレリー・パーブロビチ・チュカーロフ記念、ノボシビールスク第153工場で、各種派生形を含め888機、1959年から1961年の間に、モスクワ第30工場、ズナーミアトルダーで、量産型129機が生産された。 スマイナス9は合わせて1000機以上が生産、配備され、防空軍の新しい主力迎撃戦闘機となった。なお、量産の開始時期が、機体の完成時期よりも、かなり早くなっているのは、当時のソ連のシステムによるものである。当時、ソ連では、試験段階で、将来の有望性が確かめられれば、開発試験の完了を待たず、生産体制が準備されるというのが通例で、 その後の変更点は、機体が生産されてから回収という形で適用されていくというのが通常のスタイルであった。他の例を挙げれば、姉妹機であるスマイナス7も生産開始の指示が出されたのは1956年であったのに対種開発試験が完了したのは1958年末のことであった。また、ミグマイナス15に至っては、開発が完了したのは早くても、 機体名称も変わったミグ -17F になってからのことで、つまり朝鮮戦争時には未だ開発段階にあった機体が最前線へ投入されていたということになるのである。これが欧米諸国に一歩たりとも遅れを取る前として新型装備の増備を急いだソ連のスタイルであった。1960年には T-43 を複雑化した練習戦闘機として U-43 が開発され、1961年から1962年まで、工場試験及び国家試験が行われた。試験成績は良好であったことから1961年からは、第30工場で量産化に入り、スマイナス9 u として、部隊配備された。スマイナス9 u は50機が生産されたとされる。スマイナス9 u には、 戦闘機型と同様の機器が搭載されており、戦闘訓練に使用された。NATO はスマイナス9 u に対して、メーデンというコードネームを付与した。スマイナス9の改良作業はその後も継続して行われ、エンジンは当初の AL-7 回 -1 から AL-7 回1から100、AL-7 回1から150、AL-7 回1から200へと、 改良されていった。スマイナス9では、スマイナス7シリーズと同じく射出座席は、KS シリーズが搭載されていたが、これも初期の KS マイナス1から改良型の KS マイナス2に換装された。KS マイナス2は最大速度時速 1000km までの速度域で、使用可能で、加減は高度1 5 0メートルにおいて、 時速 500km で安全に射出が可能とされた。さらに後には、改良型の KS-2R、またさらに改良された KS-3 が搭載された。搭載武装は、当初は RS-2US コマンド誘導ミサイルを4発で、あったが、後には RS-2US を2発と、その派生型である R-55 赤外線誘導ミサイルを2発という、 組み合わせが基本装備となった。それに合わせ、搭載するレーダーステーションは RP-9U から R-55 を運用可能な RP-9UK に変更された。また、S-9 は他の多くの迎撃戦闘機の例に漏れず、固定武装として機関砲を装備しなかったが、偵察気球などの迎撃に大きな効力を発揮する。 機関法も必要であるとして、汎用機関法、コンテナーアップック -23 から250が搭載できるよう回収された。その他、多くの電子機器が徐々に新しいより性能の高いものへと乾燥されていった。また、機内燃料タンクにも改良が加えられ、外部にも増装を搭載できるように回収された。搭乗員の弱っ腹も新しいものへ変更されていった。 また、スマイナス9からは、空飛ぶ、研究所と呼ばれる多くの研究機も開発された。様々な技術が未確定であった1960年代に、あって、開発面でもスマイナス9は、大きな業績を残したと言える。これらの研究成果から、スマイナス15迎撃戦闘機や、t マイナス4、層とか超音速爆撃機などが生み出された。スマイナス9は、 全天候迎撃機としては、能力の不足していたミグマイナス17やミグマイナス19を代替し、まず首都、モスクワやバクユーユデンなどの重要地点の防備部隊から配備が開始された。その他には、スマイナス9は、首都してソ連の北辺の防備と中央アジア方面の防備についた。具体的には、スマイナス9の最初の部隊配備は、 カスピ海沿いトルクメニスタンのクラスノボーツク、ウクライナオデッサ州のオズヨールノエと、リビウ州のストルイー、ベラルーシブレスト州のバラーノビチ、ロシア北方、ムールマンスク近郊のキルプヤーブル、ウズベキスタンのカルシーの核飛行場へなされた。部隊は、各都市間の防空の任についた。実のところは、最初の量産機は、航続距離の不足のせいでこれらの飛行場の間を、 巡回することで、防空任務を遂行するより他なかったのである。これらの飛行場は互いに1 0 0 0トル以内の距離に置かれており、東、シベリアや極東地方のような基地間の距離の長い、地帯の防空の問題は解決されなかった。その後も S-9 の増備は続けられたが、この問題が解決されるのは1960年代末より始められた。 スマイナス128の配備まで待たねばならなかった。ウラル三百西側の都市ペルミの部隊に配備されたスマイナス9のうちの1機は、受領間もない1960年5月1日、領空を侵犯して飛来したアメリカ中央情報局の偵察機 U マイナス2の迎撃を命ぜられた。アメリカは、まだ配備の始まって間もないスマイナス9の能力を十分に把握しておらず、 ソ連軍迎撃戦闘機の攻撃を全くと言っていいほど警戒していなかったようである。そのため U-2 は悠悠とソ連領土上空を飛行していた。一方、新鋭機であった S-9 は機上レーダーがまだ稼働状態になかったため地上からの厳密な誘導の元審判機の迎撃に上がったが結局目標を発見できなかったとされる。また、 S-9 は本来ミグ -19 などと違い十分に U-2 を迎撃できる能力を持っていたが、この時機にはまだ武装が到着していなかった。そのため、S-9 のパイロットは体当たりで審判機を撃墜するよう命ぜられていたが、身をもの妻のあったパイロットはそれをためらって U-2 の発見を報告しなかったのではないかという憶測もある。 ニキータ・セルゲイエビチ・フルシチョーフは、後に、我が国の防空部隊はダミンを貪っていたと批判しているが、それまで一度も U-2 の迎撃に成功したことのなかった防空軍の立場は相当厳しいところにあったと思われる。そのためもアリペルミの上官は非理性的な命令を下したと思われるが、結局この U-2 は防空ミサイルによって撃墜された。これは一般に、 U-2 撃墜事件として知られている。U-2 を撃墜したのは S-9 であるという説もあったが、S-9 は迎撃には上がったものの撃墜するには至っていないというのが実際のところのようである。その後、S-9 では RS-2US を搭載しての迎撃戦闘訓練が行われた。その目標はアメリカ空軍の戦略爆撃機。 B-47 と B-52、偵察機 U-2、そして爆撃機から発射される大型の有力空対地ミサイルエイジム -28、ハウンドドッグであった。RS-2US ス -9 での試験は、地上目標に対しても実施された。1966年、第350戦闘飛行連隊のパイロットたちは、バルハシコ近くの演習場で、 市上目標への戦闘訓練を開始した。だが、やはり RS-2US は万能ミサイルにはなり得なかった。実戦への RS-2US の使用の実態はつまびらかでないが、少なくとも1960年代末にスマイナス9が2機のイラン空軍戦闘機に対して RS-2US を発射している。しかし、スマイナス9の 機上レーダーは接近しすぎた敵機を1機と捉えてしまい、発射されたミサイルは2機の間をすり抜けてしまい、スマイナス9は目標を取り逃がした。また、1967年には、第179護衛戦闘飛行連隊のスマイナス9が高度 26km で自動偵察機級の迎撃を行った。スマイナス9は、 高度 22km に達した時点で RS- に US を発射した。ミサイルは気球の長大な釣り下部の下半部分を撃ち抜いた。その後別の連隊のパイロットがこの気球に止めを刺した。防空戦闘機の日常における最も重要な任務の一つであった偵察気球の迎撃に関しては初期の頃はこのようにミサイルを用いて攻撃を行っていた。 防空軍の戦闘機はミサイル万能論を受けて機関砲などの機上固定武装を搭載していなかったが気球のような柔らかい目標に対してはミサイルでの攻撃は効率的ではなくまたそうした目標に使用するにはミサイルはあまりに効果であったため後に防空軍の戦闘機はアップック -23 から250機関砲コンテナーが運用できるように回収されていった この機関法は、反用とされたが、主として、気球の迎撃のために用意されたものであることは、その運用実績からも明らかであった。アプック -23 から250を搭載したスマイナス -15TM やミグ -23MLD は、多数の軍用気球を撃墜した。スマイナス -9 もアプック -23 から250を搭載するよう回収が施されたが、 その時はすでに就航時期の末期に差し掛かっていたため、滝のような目立った活動は聞かれない。スマイナス9の配備は各国へ輸出されたシマイキスマイナス7と異なり、ソ連国内のみになされた。ソ連では高度なシステムを搭載する防空軍向け機材は国外不出というのが原則であった。例外としては輸出がタミグマイナス十五 p d が挙げられるが、これは ベレンコ注意亡命事件で、ミグ -25P の搭載機材の情報がすべて、西側へ漏れてしまったこと、その後この事件を受けて、システムを一新した国内向けミグ -25PD が開発されたことなどにより、輸出向けミグ -25PD の機体には、ミグ -25P 用の機材を搭載することにより、輸出が許可されたものと考えられている。一方、スマイナス九は、 発展型のスマイナス11、スマイナス15と共に来たりとも海外へ輸出されることはなかった。また、ソビエト連邦の崩壊時には、スマイナス9はすでに旧式化して退役しており、ロシア、ベラルーシ、ウクライナなど独立国家共同対処国で運用されたスマイナス15と違い、各独立国で運用されることもなかった。スマイナス九は九百七十年代には、 第一線を退りいた。退役時期は資料によるが、1963年から1966年にかけて退役したとする記述もある。一方、各種の改良作業を施して1980年代半ばまで運用されたとする資料もある。おそらくは一部の部隊では、スマイナス9は1960年代に、スマイナス11など、 他の機体に代替され、多くの機体は1970年代に退役し、残る一部は1980年代まで使用されたのであろう。また、標的機スマイナス 9RM に回収され最後の役目を果たした機体もあった。スマイナス9は大型で溶石の大きい高速機であったことから、 様々な試験に重宝され、ソ連では迎撃戦闘機としてのみならず、研究機としても重要な位置を占めていた。なお、スマイナス9は、後継のスマイナス11に前期が代替されたとする、記述も広く見られるが、スマイナス9に比べれば、極わずかしか生産されなかったスマイナス11では、スマイナス9を代替するには足りず、実際に、 スマイナス9を体液に追いやったのは次のスマイナス15やミグマイナス25である。スマイナス9は二十数年にわたり、絶え間ない回収が施された上、機体のほとんどは体液後解体されて現存しない。またその回収も一括して行われたものでなく、その規格に関しても他のソ連機同様機体による個体差が大きいため全体像をつかむのは今、もて難しい。だが、 スマイナス9はソ連の迎撃戦闘機のスタイルを確立した重要な機体として位置付けられることは確かである。それまでの主力迎撃戦闘機ミグマイナス -19 は現在でも最高の格闘戦闘機と言われるほどの運動性を誇る軽快な小型戦闘機であった。それに対しス九は大型の機体に多くの電子機器やデータリングシステムを搭載するハイテク機として 完成された。スマイナス9はミグマイナス19のように格闘戦を前提としたレシプロ時代以来の戦闘機の概念を捨て純粋にミサイルの発射ベースとして設計されたと言える。格闘戦闘にこだわる旧来の伝統を捨てる。この方針の出た背景には当時のミサイル万能論があったと考えられる。スマイナス9については 防空システム関連の情報の機密性の高さから一般には明らかにされておらずその特性についてもつまびらかでないものの安定した飛行特性を持つ爆撃用ベースであったというシマイキスマイナス7への評価から類推すればスマイナス9も機動性を規制にした代わりにミサイルの発射ベースとして安定した飛行特性を得た機体であったと考えられる 空中機動性の高い航空機は格闘戦能力は向上するものの射撃ベースとしての安定性は低下しがちである。スマイナス9アミグマイナス19のような空中格闘戦を行うには不向きな機体となったが代わりに安定したブレのない飛行によりミサイルの運用を容易ならしめるべく設計された機体であった。そして迎撃戦闘機をミサイルの発射ベースとして捉える。 この方針は、ソ連最後の純粋な迎撃戦闘機であるミグ -31 に至るまで変更されることはなかった。その一方で、前線戦闘機としてのミグ -19 の後継機であるミグ -21 は、ミグ -19 の高い運動性を引き継いだ機体となっている。さらに後継機であったミグ -23 は、運動性では前任に及ばなかったが蓄次改良が、 続けられ、ミグ -29 に至って再び高い運動性を得ている。スマイナス9は技術的に未完成な部分も多かったが、前線戦闘機、迎撃戦闘機という二つのソ連戦闘機カテゴリーの内一方のスタイルを決定づけた機体として、大変重要な機体であると言える。ソ連防空軍の機体同クラスの機体。ありがとうございます。